大塚チャンスラットです。今日はこちら迫撃テスラやっていきます。さあダブル施設で守って守ってロケ削りデッキをね今日やっていこうかなと思います。最近強化されましたねアイスイズもあるので結構ね防衛は硬いんじゃないかなと。はい、増えましたねアイビーズがね。迫撃やクロスでも採用されるようになりました。増えましたってわけでよろしくしんちゃん。まあ迫撃で攻めてもいいか。テスラあるんでテスラで守ってもいいし迫撃で守ってもいいし両方で守ってロケで削ってもいいしみたいな。はい、鳥もいろんな立ち回りができるかなといったところで、まずいそれは最悪な被りをしてしまった。このテスラがないことによって俺は相手のラバーを守れる気がしない。そして無視まずいねだいぶ終わったか。と見せかけてテスラがが頑張ってくれました優秀すぎんテスラで。もう一回テスラ置いていいよ。よし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 、でかすぎる絶望に見えて、さあよく耐えました。で今回の相手はラバルーンプラスのボイド。ボイドね、まあ迫撃で適当にちょっかいかけてその後アイスイズロケアイスイズテスラで守りたいね。まあこれまあ延命しなくていいかもな、ないとないし。うん、バルーン来たらロケ打ちます。ロケプラスのアイスイズ範囲とかで解けると思います。当たるかなこれ、やばい。本当に本当にねえどういうこと。もうちょっとアイスイズのスローが優秀すぎたっていう話ね。まあこういうのとかはねちょっと延命しちゃってもいいね進化迫撃はガチ。さあ折れそうなので右側もちょっかいかけてあげていや進化ですら強すぎん。さあ時間的にもう間に合わさそうなのでよいしょ時間稼いでよいしょ、引きこもってもう一個施設ありますっつって。さあナイス、時間稼ぎね。施設で誘導2回できるんで、まあ、ホークとかバルーンとかは結構守りやすいかもね。さあロケットぐらいは外してもなんとかなるそうで合図の範囲がね広くなったことによってパピーの処理がちょっと優秀でしたね。スケか、まあ、近いデッキしてんな。いやマジでミラーもあるかなと思ったけどタルババ珍しいな。タルババテスラスケ、さあドリル来ましたね。いや珍しいな、タルババが入ってるドリルデッキはね。まあテンプレートだとほぼない、しかもボンバー分かんないですね。いやー高回転進化ボン進化テスラっぽいけど、おっおいしいね。テスラ来るかな、あーぽいからか。ここ一応進化ドリルのサイクルなんで、からの進化ボンバー追加もあるし、一応何でもあるか。
いやめっちゃいい。いや進化迫撃からの進化テスラで攻めたいね。ぶっちゃけ右でもよかったけど、大体ボンバー進化しなかったっすね。ドリルとテスラ進化の可能性出てきたか。アタスケこんにちは。歌当たる？やべ今日呪文が当たんねえな当たんなさすぎんな。僕は偉いんでキング起動したかったんですけど、そういえばブラスターでした。で僕はあの家から出ることできないんで引きこもります今から引きこもります。ロケットは大好きです。よいしょ、めっちゃ速いサイクルが。よい、おい、許容してロケット撃ってオッケー、耐えましたね。タルババ型でしたね。なんか流行りのドリルのウッドがタルになってんのか。まあ俺はテスラでぶっちゃけ守れるんで、迫撃でゴリゴリに攻めれますね。いってらっしゃい。まあ、あとブラスターも強いんでね、基本的に何でも止まる。スケラとかそういうのじゃない限りは。ウィザードね。まあペッカー、ペッカーですか。まあテスラを使ってもいいが、ブラスターで簡単に止まるので、温存とかもありっちゃあり。からの迫撃行って、ペッカ受けもあるし、何でもあるか。こんにちは。え、美味しい。美味しいのかなこれ。強い。ボイド。ボイドって結構下方されたっすよね。で、この強さか。厄介だな。うわー。これ、シンクイザードもいんのか。ロケットをペッカに撃っちゃいたかったけど。まあ、一回耐えるか。耐えれるかな。暴白したくないな。テスラで守りたいけど。チャンスタイムいきました相手がザップ甘えたっすよ。今の絶対打たなくていい。ザップ打ったっすよ。いやボイドね、いやーそれちょっと思ってテスラも出したけど、強すぎだろボイド。やばい、これはボイドってマジで偉大だな。最近ファイボとかマジで見ないもんな。終わった、消された呪文ファイボポイズンはまだわかるけど、いるけど。マジいなくなっちゃったよ、ファイアーボール。かわいそうすぎる。なんかすごい。あ、進化テスラだと思ってた。いやー守ろうと思えば守れるんですけど、これは削んなきゃ勝てないので、始めましょうか。ロケットパーティーロケット強すぎる。
攻めちゃう。俺は勝つよ。俺はイモリよ。間に合わないけど間に合わないけど勝ちました。おい、よく耐えたぞ。いや、これができるのか、このね、迫撃テスラね。カチカチ構成。いや、アイスイズのスローも強いしな。うわ、よく追い上げた。気持ちよすぎんな。こういうデッキです。なんなら初手から防衛迫撃をしてもいい。まあでもラバーとかと噛み合った時にちょっとね、後悔するんで。まあ、最初は攻め迫適当に置いて、置いて考えよう。枯渇か？なんでゴブジャイ？でも結構入る。いやー、まだこれムート先行マジ助かるな。いやー、めっちゃ強いテスラ。ブラスターも優秀。さあ、耐えまして、ゴブジャイムートか。なんか嫌だな、ムートが。ムートが邪魔すぎるんだけど。一旦攻めるか。え？え、美味しい。間に合いそう。エロすぎライトニング来てる。一発？いいね。え、ゴブジャイプリプリムート？え、プリンスがいねえのかな、ワンちゃん。ちょっとわかんないが、ライトニングとかはだいぶ厄介だね。いや、これ言ったって別にテスラ置いてムートでみたいな。ケツムート来ねえから右サイドに。いや、あれロケット打っちゃってもいいけどな。守れるかどうかはわからんす。どうなんだろう、これゴブリン生まれてくんの。絶妙に生まれない。いやー、よかった。硬いね。よしよしよし。いや、これロケ打つか。いや、さすがに攻め迫置こう。進化なんでね。いや、それ強いな。壊れてくれ。よし。ふふふ。ライトニングがマジでだるいな。やば。
耐えて、削って、耐えて、削って、回して、置いて、耐えて、ロケットかまして、テスラも置いちゃって、おいよく耐えた。これが進化テスラ白域。さあよろしく今回もねこもっていきます。アーチャーか。いやこの時点でもうジャイスケラかクロスか迫撃かみたいな。迫撃砲ね。あーそっち行くのは嫌だな。ででかっ、優秀すぎる迫撃。まあ近いな本当に、相手もロケ削りみたいな、そんな気はしてます。さすがにここでロケ打つのはヤンキーすぎるか。いやでもワンチャンウィズに打ってきますはい始まりました、こんにちは。お互いぶっぱ対決です。いやこれタワーかブラスターとプリンセスタワーのさ一発分ちょっと痛いんだよなほんとにこんな試合みんな見たくないかもしれないですけど、ロケット合計10発ぐらい今から撃たれますよ。ロケ撃つだけのゲームが始まります。それはさ一倍タイムでやっていいことと悪いことがありそうだけどな。無能迫撃がいる、まずい、今の止まったら。終わる今からロケットのダメージじゃない、追いつけないんでね、しゃあなしで攻め箱置かなきゃいけない。置かれたら置いてもいいか、撃ってもいいか。相手のこのスケアイスピのちょっとだけサイクル早いのまずいな。回転で追いつけないので通すしかないんですけど、トルネカ邪魔だなトルネカワンチャンあるよね。いやサイクル負けしてるうわいい防白だな、負けましたワンテンポ早いんだよな。おいどうすんだこれ、ロケットでも2周かあと。
あ上位互換来ました。はい、かわいそうすぎる。最近マジ強いかんな、このローキ削り。だいぶ増えたな。まあ昔から一定数はいますけどね。さあ暴白しちゃおうかな。ボンバーダガー、ちょマジでもうお腹いっぱいやって、さすがにこれロケしかなくない？早いかな打つの。いや早すぎたな。なんだ相手の敵ババ最弱と呼ばれし、進化最弱バーバリアン来てる。スケラ的な。うおー珍しい。ゴレボンバー。いやまあ進化ボンのサイクルだけ把握しておきたいですね。それ以外は何でも良さそうだけど、どうなんだろう。アイスイズ優秀。あーめんどくさエリポンはめんどくさすぎるね。やばエリポンゴーレムね。いやでかい、この一発は価値ありすぎる。さあ黙んねえとな、黙らせていかなきゃ。今だけだぞっていうね、笑えんのは。まあガンムシロワイヤル、いや2倍タイム入るんで生きて帰れるはず。進化モンでちょっと削られんのかな。ライトニングなんていう世界あんのかな。おや？おや？おや？タゲリセ完了。ジージー。いやー気持ちよ。幸せスタンプ連打。さあおー珍しいの来たね。まさかのね、なんだっけ、もう名前すら忘れたよね、久しぶりすぎて。なんだっけ、フラワーガール、そんなんじゃねえか。あこれ近畿誘いたいな。これで相手ウッド使ったぞのバレルを越させて、さ近畿道置いちゃおう。あー大砲型か、大砲があるやつね。ってことは相手の呪文は存在しないか、ウッドだけとかだと思うんで、すごいな勢いが。イモってしまえば俺の勝ち。
多分ロケはないと思うんですけど、まあ箸プリとかも嫌だったり。こんにちは、かわいい子ちゃん。いやマジでプリンセスに脳死でウッド作。こんにちは。やべえ、台本なの忘れてた。もったいなすぎる。大砲バルキリーか。ちょっと受け多いな。え、本気刺さってんじゃん。はい。始まりました。皆さん、こんにちは。イモリます。もう戦いやめました。はい。勝てれば何でもいいです。いや進化迫撃も防衛に使うのはやばいか。まあ別に何だっていいか。許容もできそうだな。おりゃまあこんにちは、かわいい子ちゃん。マジで本当にエグすぎる。えらいね、外側にしてるね、トルネキアね。いやマジでかわいそうだな。あとロケットもう一発か。さあ、グッドゲームです。こういうデッキなんでね、仕方ない。ちょっとなんか見え方悪いけど、デッキのこういうデッキなんでね、はい。こうなるようなもんなんですよ。よし、いいね。守っておとなしくロケ打とうぜ。スケかドリル。マジアチだけマジやだな。やばい、マジアチ結構可能性高い。さあ、まあマジアチの可能性もあるし、マジアチが入ってないドリルとかの可能性もあるし、ワンチャン枯渇とかもなくはないけど、まあドリルだよな。やめてください。強すぎだろ。さあ、でドリルはねマジで勝てない、俺の記憶では。だからマジで頑張りましょう。本当にね、進化迫撃だけでちょっと頑張りつつ、あとロキ削りかな。マジアちゃんもいるんや。はい、進化迫撃はねテスラとシュレックで本当に通らないんで、
やばい、もうなんか意味わかんないもん。いやマジグロい今のでこうなる世界線が俺には理解ができない。終わった。まあもう一回進化迫撃俺が貯めればワンチャン。一応有名つかみチャンスラスト来ました。ちょ待って、ダイナマイトゴブリンマジで強い。本当にこれで下放されないのが天才すぎる。もうちょっとある。希望がある。あー強すぎるそれ、やばいやろ。終わった、この夢が。さすがに攻めとるね。ハゲそうシュレックが強すぎる。さあやめてください、マジェスドリルだけ勘弁。ブラスターの時点でちょっと幸せか。おースケボンバー、え、来た、ラット式メガラムやん多分。多分ね。おい、俺が考案したメガナイトラム使ってる。え、結構強いっすよこれ。マルチ上位でもね、いろんなプレイヤーがね使ってんすよ、海外プロとか。俺の考案で一挙ね。え、なんか進化してる。そんなカードなかったの俺。レイジが入ってるなんかカスタマイズされてんな。いやまずいか。いやまあ1倍タイム耐えれればっていう話ね。高回転メガナイトラムについていけるかどうかっていう。ロケ防衛熱いな。進化ボンバーの可能性もあったりなかったりね。コウモリが消されたのかな、なんかがいなくなったのこのボンバーマジで俺が考えたデッキではあるが、攻めたらまずいけど攻めないのもまずい気がして攻めちゃった。やりごぶくんのかこれ。え、てかメガナイト進化しねえやん。じゃあ相手やだな。
日常進化も色私ふふふいた。マジ負け筋進化もんぐらいか。無限一コスデッキなだけあって、え、美味しい。マジ負け筋進化本。やばい、もったいなすぎる。やばい、危ない。さすがにね、自分の作ったデッキには負けられないよね。ちょっと変わってたし、危ねえ。いや嬉しいな、でもね、私のデッキが流行るっていう、ちょっとおもろい。コウモリが消されてました。進化メガナヒントから変わってました。悲しい。いというわけで、こちらね、迫撃テスライモイモロケ削り、皆様やってみてください。では押したおたり。